横浜国大の授業が終わって、明日はね試験もあるんですけど大事な日なんですが、今日もホテルに泊まります。もう最近ね横浜に泊まることが多いんですけど、横浜駅周辺は高いんですね。一泊ね、あの何でもない日でも、あの東横インで9000円とかしたりするんですよ。あそこら辺なんか地価が高いのか、ホテルも数があんまりなくてね、一泊1万円ぐらい見ないといけないということが多いんですが、ちょっと足を伸ばして桜木町館内、そっちの方だと安いんですね。みなとみらい、横浜の市役所、政治の中心、そういったところは、ホテルがいっぱい集中しているようで、一泊3000円、4000円ぐらいで泊まることができます。でも最近ね、子供が夏休みの時期になったからか分かりませんが、ホテルが少し、前よりも高くなりまして、足腰泊まるところも変わっています。前にご紹介した横浜ロイヤルパークホテル、インターコンチネンタルホテルはこの裏側、今ちょうど見えませんけどね。このワシントンホテルも結構使います。今日はですね、この裏側馬車道駅方面にあるこれですね、ニューヨークとかになんかありそうなホテルですけどね、リソルと書いてありますが、ホテルリソル横浜桜木町、ここに泊まることになっています。このリソル横浜って、リソルというグループはですね、あの北欧をイメージしたホテルらしいんですけども、北欧ってのは私1回だけ泊まったことありますよ。デンマークコペンハーゲンで宿泊を1泊だけしたことがありますが、あの当日といいますか、あの深夜1時45分頃に列車が遅れて到着してですね、で今からホテル探すかと思って探したらば、なんとですね、もうとんでもないことになってましたけど、1泊確かに一番安いところで5万円とかだったかな。でなんか普通のホテルに泊まるとしたらね、なんか7万円ぐらい払わなきゃいけないみたいな、とんでもないことになってて、結局、ユースホステルみたいな、あの相部屋のところをですね、もうその日疲れ切ってて、あの部屋でぐっすり眠りたかったんで、相部屋じゃなくて、それをあの6人分払ってですね、あの6人の相部屋を1人で使うということをして、それで1泊2万4000円だったんですが、なんであんなに高いんだろうなと思ったら、北欧って物価が高いんですね。でもここはそんなに高くありません。1名であのシングルルームはないそうでして、セミダブルルームが最低ランクなんですけれど、5000円ぐらい。2人で泊まった場合いくらなのかなと参考に調べたらですね、2人で7000円ぐらいだったかな。このホテルは最近オープンしまして、できてまだ2ヶ月経ってないんじゃないかな、それぐらいのところだと思いますよ。工事してた記憶ありますからね。ここ高級ってイメージはありませんけど、でも高品質、快適、清潔、そんな印象はとても受けます。あ、なんかいい匂いがする。10階建てみたいで、あの10階にですね指定してもらったんですけど、これすごいですね。エレベーターホール出たところにこんな巨大な椅子、こんなの座ったことないですよ。背もたれがこんな大きいの初めて。あと名付けてるブルドックくんね、あの1階にはねムーミンがいましたよ。そうか、部屋番号はセキュリティのために書いてないんだな。確か1011だったな。10階の11号室これなんですかね、この出っ張りね。開いた。入ると、最近のなんか新しいホテルはあの壁にこういうのこう差し込むタイプじゃなくなったみたいなんですよね。あ、靴脱ぐんだな。あ、結構綺麗なホテル、いいじゃないですか。もちろん新しいから綺麗ってのもあるんでしょうけど、なんかね、あの東横インじゃなくてどこだっけ、あそこ、シナガプリンスホテル の, あの新しくリニューアルした部屋、この間泊まりましたけどね、あれに似てるな。目の前は馬車道方向の工事現場が見えるって感じか。今日はちょっとそんなこう景色のいいホテルじゃないですけどね、まあサービスいいんじゃないですか。書いてあるな、200以上連泊されるお客様へ。あ、これも取れるんだ。あ、これが取れるって面白いですね。清掃は不要です。お部屋に入室しません。清掃を希望します。ベッドカバー、シーツの交換、ナイトウェア、タオル類の交換、アメニティの補充、浴室、トイレの洗浄など、まあ、別にいいんじゃないかなって気がしますけどね、あのベッドのカバーとかはね。まあ、ゴミ箱ぐらい変えてくれるといいんですけど、タオルは交換してくれて、アメニティ類もまあ補充してもらえるといいですね。お風呂、トイレの洗浄は、まあそうだな、トイレも別に洗ってくれなくてもいいけど、まあ洗ってくれるんだったら洗っても、これでいいか、エコ清掃を希望します。これやるとですね、これよくあるパターンですけども、お礼としてミネラルウォーター1本を進呈いたしますが、これもしあれかな、全く清掃しなかったらミネラルウォーター2本くれるかなと思ったんですけど、そういうことはなかったですね。これもミネラルウォーター1本。じゃあ、まあ水もらえるんでね、これやっといた方がいい。これを、まあ、よく最近のホテルであるパターンですよね。これ取って、で、これをガチャガチャガチャってやってですね、これをこう、外に貼っとくと。いうことをすれば、あの、明日の朝、お掃除の人もわかるってわけですね。でもせっかくなんで、あの、他のこの2つも剥がしてね、それで廊下に貼っといたら、これ迷惑行為じゃないですか。ね、どれだかわかんなくなっちゃう。でも、まあ、これも取れるんですよね。これ、まあ、別に取れる必要ないと思うんだけど、なぜかこれ取れるんですよ。200以上連泊されるお客様ね。なんでこれ取れるんでしょうね。でも取れるんだったら、せっかくだから貼っとくか。
掃除の人もびっくりするぞ、こんなの貼ってあったらね。いいですね、これね、いい絵だ。これで、あの小学校ぐらいの時だと、あの友達が、あのお父さんお母さんが家買ったみたいな時にね、多分あったと思うんですけど、あの新しく家建てた友達 の家に遊びに行った時の匂いがしますね。まだ新しいホテルですから。なんかこの調度品なんかもちょっと独特ですけど、これ何なのかな、お部屋のライトか、エントランスルーム、ペンダントっていうのは、これペンダントっていうの、この間接照明のことかな。それからあと何かあるかな、あとやっぱトイレとか見に行きますかね。トイレね、まあ普通かな、あなんか普通よりちょっと広いですね。あとやっぱさすが新しい綺麗な感じがしますよ。これね、いいトイレだ。ああ、まあでも普通かな、そんな別にあの超高級って感じじゃないけど、まあそれは別にいいですよね。あとこれは石鹸ですけど、DHC アメニティって書いてある。なんかね、これ、あの、少なくとも入れ物はすごいなんか高級なシャンプーに見える。実際がどうかちょっとわかりませんけどね。よく掃除されております。これもあるかな？なんかこう、フェイスハンドソープ DHC。まあ、これ冷蔵庫だと思うんですけど、こんな切れの取っ手までついてるんですね。あ、水がもうすでに入ってるわ。よく冷えてますね。ちょっとなんかまた独自の感じですけどね。ホテルリソル採水池は必ず書いてあるはず。大分県クス郡って書いてあるのかな、聞いたことないな。大分県結構行ってるんですけどね、どこ、まあ山の方なんでしょう。よいしょ、一回閉めとこう。こうミネラルウォーターくれるとかはもう持って帰んないってもったいないですからね。改めて景色をご覧に入れますが、まあこんな感じですね。でもまあ横浜のあのサラリーマンの人たちとかを上から見下ろすことができている。これはこれで楽しそうです。桜木町駅との位置関係をご覧ください。あれは桜木町駅じゃないんですけど、ランドマークタワーと桜木町駅の間を結ぶ動く歩道ね、こう人が全く揺れることなく運ばれてるじゃないですか、ベルトコンベヤー。その様子をここから見渡すことができます。なかなかこうやって見るといい見晴らしですね。残念ながらこの窓は開かないようになってるみたいなんですけど、あそこにね、ちょっとだけ見えてますが、旧横浜、第二合同庁舎というのがありまして、もともとは木戸検査場だったところです。あれも横浜の名所。このまっすぐ行ったところに港未来線の馬車道駅があって、多分それがこの駅一番近いところですかね。この辺、電車の駅がいっぱいあるんで、便利は悪くないと思います。なんかですね、トイレの前にこのポケットがあるんですけど、ここからこんな変なものがあってね、何かなと思って、宿泊薬館かなと思ったら、これこういうやつでしたね。鏡、なんでこんなこう複雑な形をしてるのかよくわかんないですよ。お、大丈夫か、ミシーとか言ってたけどね、私のせいじゃないと思うんですけど、こんなものまであってですね。あ、これ多分こうなんか立てかけたりとかするんだろうな。あ、こうやって使うためのものかな、まあ、わかりませんけど、北欧とかに行くとこういうのあるんですかね。このホテルのね、アメニティグッズ売ってるらしいですよ。これ不思議ですけどね、マグカップ2500円、これか、これ2500円、このリソルドリップコー�ヒーが、3袋で300円、オリジナルピンバッジ、それはまあこの部屋にね置いてないでしょうけど、ピンバッジ300円、安いですね、バッジの割にはね、オリジナルアロマ4300円、消臭ミスト1100円、ドライヤーバッグですからね、あの巾着袋みたいな、多分あそこの中に行くとあるんでしょうけど、それが1000円で売ってるんだな。それから携帯充電器用袋が800円、そんなまで売ってるんだこれですね、これ800円で売ってるらしいですね。これはもちろんこの部屋の備品ですけど、それからあとはナイトウェア、これか、これ8000円なんですね、リソルオリジナルマットレス、送料がかかります。そこまで売ってるのか。このベッドの、これが8万円だって、8万円ってすごいね。あれか、シングルルームあるのかな、ちょっとごめんなさい、今回はセミダブルしかないと思って予約したんですけど、もしかしたらこのホテルシングルあるのかもしれない、埋まってたのかも。セミダブルの、ベッドが、10万円、10万円でベッドを売ってるんじゃなくて、多分この上に乗ってるこれなんだろうな、このオリジナルマットレスが、10万円で、ダブルは12万円だそうです。税抜きでベッド送料がかかります。へえ、そのホテルの売ってるやつを、オリジナルのやつを変えるっていうのは、いろいろ止まりましたけど、初めて見たので、結構面白いですね、独特だ。これはアラームですけど、
ホテルってね、なんかこういうアナログなやつってあんまないですよね。あの備え付けの機械をこうピッピッピッと操作する場合が大体多いんですけど、なんかいろいろと変わっててやっぱり面白いですね。あ、もうここはね、チェックアウトが11時なんですね。ホテルの私の中の勝手なイメージなんですけど、あのチェックアウトが11時だとなんかこうシティホテル感が出てくるのかなっていうような気がします。10時チェックアウト、9時チェックアウトだとなんかビジネスホテルみたいな。横浜のホテルってね、あの安いんでビジネスホテルなのかシティホテルなのかよくわかんないんですけど、あのこのホテルがもうセミダブル以上しかないんだとすれば、あのシングルルームがないホテルっていうのはまあまああのあれなんですよね、こうランクの高いというか、うちのチャンネルでもあのホテル紹介っていうのはいろいろやってますけど、あのやっぱシングルルームとかばっか主体の普通のビジネスホテルってあの紹介もですね、あまりあの特色がないのでしがたいというのもありまして、まあ大体あのシティホテル以上の、ご紹介多くなるのかなと思います。これはですね、あの、まあ、ホテルってあの大体ですね、枕元にこういうあのサンライズでもねありますけど、あの寝てる時にわーとか言ってこうやって寝てですね、頭ゴーンってぶつけますとあの痛いですから、まあ、その対策だと思うんですけど、こうモコモコを設置されてるんですけど、これ結構充実したモコモコです。見るとね、これもまた上のところにこんな風にですね、あのボタンで一応固定されてるのかな、これなんかブチーとかでちぎれたら大変なんでやりませんけど、なんかこんな感じで引っ掛けるようなデザインになってます。これデザインなだけでしっかり壁に固定されてるように見えるな、つまりそれだけデザインに気を使ってるっていうことなんでしょうね。このホテルリソルというグループは、あの私もですね、結構あちこち全国で見るなと思って、これまで泊まったことがないのがむしろ不思議なぐらいだったんですけどね、今度が初めての宿泊だと思うんですが、過去に泊まったことが気づかずのうちに泊まってるかなければ、もともとはですね、なんか三沢ホームのグループで、なんか三沢ホテルとかいうふうに言ってたらしいんですけども、いつの間にか、そのグループからは外れたようでして、今は、ホテルリソルで、全国にあったと思います。ちょっと見てみますかね。あ、結構あるな。北海道は札幌に2つ、あ、そうそうそう、函館にリソル函館ってありましたね。よく見ました。関東は池袋、町田、生命の森って書いてありますけどね。意外と関東少ないですね。名古屋、岐阜、金沢、京都に2つ、それから岡山の美まさかになんかあるんだな。美まさか市ホテル、作州武蔵、なんですかね、これ。博多、佐世保、それから、与論島にあるみたいですけど、なんかこのリソルグループというのは、これを見る限りだと、リゾートグループ、リゾートをね、こうやる会社なんだそうでして、あのビジネスホテルとかに手を出すような、関係の会社では多分ないんでしょうね。ゴルフ施設もいっぱい持ってて、それからね、あとはね、新規オープン予定として関東結構出店が多いな、横浜桜木町はもう出ましたけど、秋葉原、上野、それから大阪、京都にもう一個出すみたいですね。ですね、今お風呂上がったんですけど、髪の毛、リンスみたいなやつをね、つけ、まあ、いつもつけないんですけど、なんかこのシャンプーをつけたらいい香りがする、3D の香りがするんで、あ、これはいいシャンプーだわと思ってですね、リンスとかボディーソープとかもつけたわけですが、こんな感じのね、これ、綺麗な湯船です。これ DHC アメニティ。この DHC っていうのは、日本の会社、まあ、結構いい方なんですかね、なんかコマーシャルやってましたよね。濃縮オリーブエキスを配合したボディシャンプー。オリーブエキスとオリーブバージンオイルを配合したヘアコンディショナー。オリーブエキスを配合、やっぱなんかこうちょっとね良さそうですね。まあさすがにシャンプーにはねオリーブオイルとか入れたらあれなんでしょうけど、髪の毛にオリーブオイル入れるといいんですかね。まあ椿油とかやってるのありますから、まあいいのかもしれません。潤いを与えるという感じです。それからね、この寝巻きですけども、結構こうしっかりした生地でね、ホテルの寝巻きって、まあ、結構ペラペラな感じなんですけど、これ上下でセットで買うと8000円するそうですが、8000円の価値あるかどうかわかりませんけど、でもね、かなりしっかりしてる。全日空の、ファーストクラス、JAL のファーストクラスの、機内ウェアよりもこっちの方がしっかり、まあ、あれは使い捨てで、これは洗濯してまた使うんでしょうけど、うん、分厚くてね、着心地もいいですよ。それから、まあ、あとはこの部屋からですね、外へ出るときに、まあ、これがね、またこうこのままこういけるわけですよ。なぜならここは普通に土足っていうか、なんていうの、あれで、ここに玄関があって、まあ、最初、ね、ご覧に入れた通りだからですけど、やっぱね、普段ホテルの床を普通に歩いてると、ちょっとこうやっぱ今いつも私裸足で歩いちゃうんですけど、なんかちょっと悪いかなというような気がしてくるんですよね。悪いっていうか、ホテルは本来は靴で床を歩き回ったりスリッパ履いたりするわけじゃないですか。で、私スリッパとか好きじゃないから裸足で歩いてるんですけど、なんかなーっていう感じなんですが、このホテルはですね、とてもこう、なんていうんですか、このまんま行けますんで、日本の家庭にいるような感じ。これ結構いいホテルだと思いますよ。ちなみに私ここがね、あれだと思ってたんだ。
シティホテルじゃないかみたいなのをさっき言いましたけど、よく考えたら、あの、結婚式場とかね、レストランとかないんで、まあ、ビジネスホテルなのかな、あくまで。で、あのですね、試験の関係で私今日ここに2泊することになったんで、明日もですね、またあの、泊まりますから、掃除簡易清掃がどうなったのかとか、せっかくだから皆さんにご覧に入れようと思います。ではおやすみなさい。よし、じゃあ翌朝9時半。今日はね、5時間目が休校ですんで、ちょっといつもよりは楽ちんです。これ電気はあれか。逆にあれな、これで主電源全部切れる。あ、全部切ることができるんですね。あ、お風呂の電気はまた別ですけど、あの、鍵をね、こう差し込むやつがない代わりに一個一個それぞれのスイッチ操作しなきゃいけないのかなと思う。そういうことはなかった。よかったよかった。じゃあまた今日の夕方帰ってきましょう。結構硬いね。座る向けではなさそうだな。勉強しないで大学生というのは単位を取りたがるもんですから、そういうことについてはね、情報をみんな持ってるんですよね。で、ちょうど私の周りにですね、そういう情報を持った人が座りまして、ちょっとこう試験始まるまでに相席したんでね、世間話みたいな、まあ、全然知らない人ですけど、世間話してたらですね、あ、そうですか、これ知ってます、こうもう授業何が出るか知ってますとか言って、そんな何が出るかとか出回ってんですかとか、毎年同じのが出るんですよとか言ってですね、ちょうど昨日あそこでね、キート、のなんだ検査場の話しましたね。ちょうどあそこにちょっとだけ壁が見えてますこれね、ここもともとはキート検査場横浜第二合同庁舎だったって話を昨日、このホテル、まあ、このホテルに泊まってるんですけど、そこでしたわけですけども、それこそまた今度ですね、この間動画でもあそこで走ってる横浜線は横浜の港から、日本の発展の源たるキートを輸出し云々という話もね、まずしたと思いますが、その、キートのですね、まあ、取り扱っている、会社についてちゃんと頭に入っていればいいということだったんで、私はね、ちゃんと頭に入ってなかったんですよ、そのこと。まあ、授業聞いてなかったわけじゃないんだけど、ちょっとね、今回は3回ぐらい授業自体の休まなきゃいけなくて、完全に解禁したわけじゃなかったんですね。ちょっとどうしても仕事の関係で大学を、3度ほど、その授業を休みまして、15回のうち3回休めて結構なわけですけれど、それでね、その私、試験に出た、ことについてはね、その私が休んだ時にちょうど取り扱ってた、だから私何にもそのことについて知らなかったんですよ。なんですけども、ちょうど私の近くに座った人がですね、スーツさん、この防石のことについてこれ確認しておいた方がいいですよとか言われて、それからね、もう急いでね、ウィキペディアとかね、ウィキペディアじゃそんな大した足しにはならないんですけど、一般的なことしか書いてない経営的視点のことをね、調べなきゃいけないから、それをまあいろいろとこう、それっぽい論文とかですね、7分間ぐらいの間にこう調べて、お急ぎで勉強して、多分ね、単位取得には十分な回答がねできたと思います。そんなインチキがあるのかと思うんですけど、結局私の試験勉強というか、単位を取るための勉強、役に立った勉強は7分間しかなかったところ、そういうことがあるのが大学なんですよね。で、戻ってきましたところですね、これ新しいアメニティですね、この上にまた置いといてくれました、この何とも言えないこの下に、あ、これ面白い形でな、ゴミ箱がこううまくフィットするような感じでここにね、こうなってますけれど、こういうものと、それからね、こちらのベッドですけれども、まあ、こんな風にぐちゃぐちゃになってるわけですが、私が朝忘れ物ないかなとか確認して、忘れ物確認なんてね、2泊するんだから必要なのに、いつもホテル出る時の癖でやってしまって、こんなぐちゃぐちゃになってるんですが、これはですね、確かね、枕とかね、全部なんか一回こっちになんかどかしたような気がするんですけど、それはこっちに、いや、そんなことはないな、多分私こっちに置いたんだろうな、こっちにこうボンボンボンと置いたら、これはこのまんまになってました。まあ、逆にこれ触らなくていいですよって言ってるのに、これが綺麗になってたりとかしたら、ちょっと逆に不自然ですから、これ全然ね、いいと思います。これやるっていうサービスに入ってます。で、その代わりにもちろんこちらお水2本くれたな。なんで2本くれたんだろう。もともとあれなのかな、一人で、セミダブルルームにまとまるっていうのは最大定員は2人なわけですけど、そうすると2本くれるんですかね。まあ、くれるものはもらっちゃいましょう。まあ、あとなんかホテルの水ってね、お茶入れたりする関係で、ちょっと多めに、置いといたりするのから、2本が普通なのかな。間違えたってことはないでしょうね。お風呂とかはそのまんまかな。何も変わってないですね。このタオルは変わりましたけど、ゴミとかはこのまんま置いてあります。まあ、もう全然構わないですけどね。